皆様ごきげんよう、みやびでございます。今日はアイハーブの購入品10点、9274円分をご紹介したいと思います。今回は冬の体調管理で購入しているサプリメントですとか、以前買ってみて良かったブランドのちょっと新規開拓アイテムとかね、いろいろ購入しておりますので、ぜひ最後までご覧になっていてください。では今日も早速スタート。ちょっと今回試験的にカメラの位置をね変えてみてるんですよ。いつもは奥のソファーに座ってこう壁しかね見えてない状態で紹介してるんですけれども、なんかこうもっと全体が見えた方がいいのかなと思って下がってみました。いかがでしょうか。まあいつも同じっていうのもなんなので、ちょっと見やすい画角をね探りながらやっていきたいと思います。はい、ではまず1点目がこちら、ニュートロジーナラピッドトーンリペア、ビタミン C セラム 20%、 美容液カプセル30粒入り、5298円の商品です。パラペン、アルコール、香料、着色料フリーで、オイルフリー、毛穴に詰まりにくい処方になっているそうです。はい、こちら前回お菓子と一緒に購入しましたビタミン C 20% の美容液です。こう一つ一つね、キラキラのトウモロコシみたいなね、プニッとした素材のものに包まれております。どうしてもビタミン C ってすごく劣化しやすいので、パーセンテージの高いものとかより効果をね高く出したいときは、パウダー状のビタミン C とオイルをこうバラバラの状態に容器に入れていて、使う直前にこう混ぜるとか、そういう感じのタイプのものも多いと思います。でこちらの場合は最初から混ざっているタイプなので、光とかね空気に触れないようにこんな感じで一個一個個包装になっております。すごい面白いですよね。ニュートロジーナは以前購入したこちらのビタミン C とレチノール入りの美容液がもう私のこの乾パンに激効きですごい良かったんですよ。もうずっと3年ぐらい続いたマスク生活の最初の1年目に乾パンがボーンとできてからは、もう一体ここだけに何十万かけたかなっていうぐらいバチバチさせたり導入したり、もうありとあらゆることをやってきたんですけれども、最終的に一番お手頃価格のこちらの美容液でね最も薄くなるっていう、わかんないもんですね。なのでカンパンの次は全体的なトーンアップとか毛穴とかそういうところもやっつけてやりたいわと思って今回こちらを購入しました。で今回購入したこちらももうすでにね何度も使っておりまして、中お見せしたいと思います。こんな感じで容器はプニプニなんですよ。グミみたいな感じで爪でプチッと簡単にちぎることができます。でちぎるともうこんな風にねピュルルってどんどん出てくるんですよ。ちょっと1回分を一度全部出しますね。だいたいこれで1回量です。1回量でさくらんぼ1粒分ぐらい出てくるので、まあお顔全体に塗って首にも残りちょっと伸ばせるかなぐらいの量ですね。クリームのテクスチャーはやや固めです。でお顔に伸ばしているとちょっとこうザラザラとしているようなビタミン C パウダーの粉が入っているようなね、そんな感じの感触があります。でももう伸ばしきるとそこまで気にならない感じですね。見た目はオイルっぽいんですけれども、オイルみたいにサラサラしてる感じはなくって、結構厚みをしっかりと感じるテクスチャーです。結構これ一つですごくしっとり感があります。で実際使ってみての効果実感なんですけれども、これもすごい良かったです。すごく高濃度なビタミン C なので、まあ、肌の明るさとかね透明感っていうところを一番感じやすいのかなっていうふうに思ってたんですけれども、実際に一番変化を感じたのは毛穴でした。使い始めて1週間も経たないぐらいの時に、朝鏡を見た時になんとなくこう肌がぼやーっとしているように最初感じたんですよ。もう老眼始まったと思ったんですけど、いつもダラーンとかポカーンってなってた毛穴たちが急になんかスッって感じになってて、存在感が消えてたんですよね。それで肌がこう全体的にフィルターかかったみたいに明るく見えてて、またいいものを見つけてしまったと思ってね、これまた追加で1本注文しております。もうニュートロジーナはすごいぞと思って今回こちらのパックも購入しました。ハイドロブーストハイドレーティング美容マスク428円、 100% ハイドロゲル素材で作られた輪郭にフィットするパックというふうに書かれております。ちょっとこちらはねお風呂上がりにまた夜使いたいと思います。そして次も化粧品です。こちらビューティーオブジョソンマットサンスティック大よもぎ&椿 SPF50+PA4+ の2340円、スティックタイプの日焼け止めです。
こちらビューティーオブジュソンは日焼け止め部門第1位のこちらのアイテム、以前購入した時にすごい良くって、もうこれ今ね毎日使ってるんですよ。これ日焼け止めって言われないとわからないぐらい全然日焼け止めっぽさが全くない、なのに SPF50+ PA4+ と最大値なので全然肌ストレスなく紫外線対策しっかりすることができるんですよね。毎日使っていたら、皮膚科医で YouTube もされている小鳩先生がこちらのスティックファンデーションもすごく良かったですよっていう風にご紹介されてたので、それは絶対使ってみたいと思って今回購入しました。なんかパッケージも透け感あるマットな素材で素敵。中はこのような感じです。おお、ここでくるくるして出すんですね。あ、香りがない。無臭ですね。あ、それもまたいい。ちょっとつけてみましょう。おお、すごい。あ、伸びもいいですね。で、結構しっとりしてます。こういうスティックタイプで SPF50+ ともなると結構こうガチガチで硬くって、伸ばす時もちょっとこうきしむというか白くムラになって残ってしまったりとか、なかなか綺麗にねこうムラなくつけるっていうこと難しいんですけれども、これはすごく滑らかで使いやすいです。一人で行動してる時はいいんですけど、子供と一緒に一日お外で遊んでる時って紫外線すごい浴びるのに塗り直すタイミングが全くないんですよ。なのでちょっとこういうねバッグに入れててささっとつけれるようなものがあったらありがたいなと思っていたので、今回こちら購入することができてよかったです。小鳩先生ありがとうございます。では次はこちら、ドクターウッズフェイシャルクレンザー T3823円、 100% 天然成分フェアトレードのシアバター配合、 T3 オイル、ローズマリー、アロエのブレンドでお肌を整え潤してくれる石鹸です。こちらのシリーズ久々に購入しました。ドクターウッズの商品、石鹸がすごい洗浄力が強くって、リキッドファンデとかクリームファンデとかがねこってりついた分厚いスポンジもピッカピカになるんですよ。なのでここの石鹸すごい好きで、以前もね大きいボトル買ったの使い切っていて、今回はニキビができた時用にちょっと部分的に使うね T3 のタイプを購入しました。あ、T3 のいい香り。はい、こちら中はこのような感じで、蓋を開けるとこんな感じでちょっと粘りのあるトロンとしたテクスチャーです。いつもニキビとか毛穴対策としてストライデックスのあの拭き取りタイプのものをね朝使ったりとかしているんですけれども、冬は乾燥で敏感にもなりやすいので朝はぬるま湯洗顔のみにしているんですね。で、洗顔料使っていないので、ちょっと夜の洗顔ではしっかり皮脂も落とせて、こう毛穴のね殺菌とか、あとは修練効果があるようなものを使いたいので、 T3 入りの洗顔を購入しました。コメド、あとはニキビでねお悩みの方はね、ぜひ T3 のアイテムチェックしてみてください。で、あとスキンケアは2点購入しているんですけれども、旅行に行くのでその時に持ち運べるようにミニサイズを購入しました。やっぱりね、いつもと同じものを使いたいのでちょっとこちら購入しました。まず一つ目がこちら、アートナチュラルズビタミン C 美容液 10ml 409円の商品です。こちらブライトニング部門第1位、ビタミン C 美容液第3位の人気商品です。こちらはですね、いつも朝に使っている方のビタミン C ですね。さすがにこっちのビタミン C はね貴重なので夜だけ使っていて、朝はこちらのお手頃なアートナチュラルズのビタミン C をね浴びるように使ってます。大きいサイズだとこんな感じですね。で、いつもこちら朝のスキンケアの時にスポイトで取って、もう顔にこんな感じでダーッと浴びて使っております。もう美容液はいろんな種類たくさん使うっていうよりは、もうビタミン C をね浴びるっていうのがちょっと自分の肌質には一番合ってるので、お手頃価格のこちらを使っております。すごくサラサラで香りもなくって、使用感もいいので、その後に使うメイクの仕上がりとかも全然邪魔しませんし、もう季節問わず快適に使うことができる美容液です。で、もう一つミニサイズ購入したのがこちら、トリロジーハイドレーティングミストトナー879円、バラ、ゼラニウム、ラベンダーから抽出したフローラルウォーターブレンドでお肌を活性化してくれる化粧水です。アトピー性敏感肌で日によって肌がすごい揺らぎやすくなるんですよ。なので私的お肌のお守りアイテム、トリロジーのラインをちゃんと冬はねフルスペック揃えて乾燥を迎え打とうと思って、こちら旅行用にも購入しました。もうね、何が引き金になるかわからないんですけれども、日中ふとした時も急に顔がね痒くなる時があるんですよ。で、あ、かいちゃダメだと思って耐えるんですけど、そしたらぷっくーって膨れ始めるんですよね。もう人体の不思議って感じなんですけれども、この膨れてきたところがなぜかまた荒れるんですよ。膨れた
だけにしてって感じなんですけれども、夜ぐらいになるとまたね荒れてきて、ここからねどん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 また肌荒れが始まっちゃうので、もうプクってなって痒くなってきた時点で、私はトリロジーのクレンジングですぐ洗うんですよ。おそらく何かが付着してそれに反応していると思うので、しっかりとそれを洗い流してすぐこの化粧水で鎮静させるんですよね。そうするとこの膨らみが収まって、夜にはねもう肌が普通の状態に戻っているっていう感じなので、もうこれがないとね冬は旅行中も気が気じゃないので、ミニサイズで購入しました。トリロジーは定期的にミニサイズアイハーブでもよく出ていて、初回の方だとなんかとんでもなくお安く買えるんですよね。半額以上のほんと100円台とかでねクレンジングたまに売ってたりしますので、またねそういうもの見かけた際はぜひチェックしてみてください。こちらの化粧水はメイクの上からもつけることができるので、ちょっと外出先でねまた肌がムズムズしちゃった時とかはこちらで鎮静して使うようにしております。はい、そして次はこちら、フィジシャンズフォーミュラーアイブースターラッシュコンディショニングセラム入りウルトラファインリキッドアイライナーウルトラブラック2043円、パラペングルテンオイルフリーの低刺激性アイライナーです。こちら眼科医の先生のお墨付きアイライナーということで、もうアイラインは肌に合わないものを使うと1回でボーンってまぶたが腫れて二重もね全部消えちゃうぐらいパンパンになるので、もうねこちらのものが安心でずっとこちらを愛用しております。もういつもメイクもねこちらのブラックかディープブラウンか、もうこの2択しか使わないので、いつももうこの新品の状態いくつもストックしていて、ついにそのストックがね切れましたので、また新たに購入しました。こちら素晴らしいのが、成分だけじゃなくってブラシのしなり具合、硬さ、液の出るスピード、全てがね完璧なんですよ。実際につけててもこう目の乾く感じとかがなくてね、すごくいいです。落とす時は石鹸で簡単に落ちてくれるので、そういうところもいいんですよね。すごく使いやすくてかつ落としやすいので、そういうところもすごく気に入ってます。はい、では次はサプリメントを2点購入しました。まずはこちら、パラダイスハーブアースブレンド亜鉛ピコリン酸ベジカプセル90粒、1140円の商品です。こちらは 30mg の亜鉛が含まれていて、1日に1回1粒飲むタイプです。パラダイスハーブは青汁もずっと飲んでいるんですけれども、それ以外のサプリメントも無添加ですごく安心できる成分なのと、どれも大量の野菜とかが含まれてるんですよね。なので単純に亜鉛だけ取れるとかじゃなく、それ以外の野菜や果物とかね、いっぺんにいろんなものを取ることができるので、かなりお得感があって、ビタミン C も亜鉛もパラダイスハーブのものを飲んでおります。でこちらももう1本飲み切ったので、こちら2本目購入しました。こう風邪予防っていうとビタミン C のイメージあるかと思うんですけれども、最近はビタミン C に予防効果はなくって、もうすでに風邪をかかった後のこう回復の手助けっていうところでビタミン C はいいんだけれども、予防には亜鉛の方がいいですよっていう風に言われていますよね。風邪をひいた時ってね、やっぱりウイルスが最初に入ってくるじゃないですか。そのウイルスとの戦いで亜鉛がたくさん消費されてしまうんですよ。でその時に自分が持っている亜鉛の量が少ないともう風邪にかかっちゃうので、まあ、その量をねしっかりと維持するっていう意味で、毎日 30mg 亜鉛を取っておくっていうのが予防としてすごく有効的です。あとはまあもう風邪をちょっと引きかけちゃった、喉が怪しいみたいな時に、ちょっと何十時間以内だったか忘れちゃったんですけど、確か24時間か30時間以内とかに亜鉛を摂取すると症状が良くなるっていうデータとかもねありますので、まあ亜鉛はね風邪の時期に一つストックしておくのがおすすめです。中はこのような感じで、もう青汁をカプセルに詰めましたみたいな、すごく緑の粉のカプセルです。もうパラダイスハーブユーザーにはねおなじみの青汁の匂いがしております。でアイハーブのサプリメントって結構カプセルとか錠剤がどれも大きくて飲みにくいもの多いと思うんですけれども、パラダイスハーブはカプセルが小さめなんですよ。日本でよく出るようなね一般的なカプセルのサイズとほぼ同じなので、ちょっと大きいの飲むの苦手だわっていう方にもねすごくおすすめのブランドです。はい、そんなわけでもう一つこちら、ナウフーズの亜鉛も購入しました。ナウフーズ亜鉛 50mg 250粒、1200円。こちらは先ほどの 30mm よりもより多い 50mg 亜鉛が入っているタイプのサプリメントです。先ほどのは予防で毎日飲むようで、こちらは症状が出てからまず最初にねガツンと治すために飲むようで購入しました。もう冬子供が風邪ひくと終わりがないんですよね。ずっと回っていて、しかもこの病院に行くほどでもない微妙な
く違和感みたいな、思いっきりね熱が出たりとか咳が止まらないとかだったら病院に行きますけれども、そういう感じでもない微妙な風邪気味の状態がこう家族でずっと続いているんですよ。そんなわけでストックしてる亜鉛、私も夫も飲み尽くしちゃってもう全然ないので、ちょっと今回こちら強力めのやつをねもう一つプラスで購入しました。ナウフーズもねサプリメントすごく品質がいいので安心感ありますよね。まあ、熱が出たりとかすごい風邪が悪化しないのもいつもこうして亜鉛を飲んでいるおかげかもと思っているので、今回もね効果を信じて購入しております。はい、中はこのような感じです。一見大きめのラムネサイズぐらいあるんですけれども、ペラペラなんですよ。まあ、角度にさえ気をつければね比較的アイハーブの中では飲みやすい方だと思います。以前コメントで大きい錠剤飲むときはこの片手をねバンザイすると飲みやすくなるっていう風に教えていただいたので、それやるとね本当にスルッと飲むことができるようになったので、ちょっとアイハーブの錠剤苦戦している方いらっしゃいましたらね、そちらの方法もねぜひ試してみてください。はい、そして最後はこちら、ポーニーズ石油ドロップ蜂蜜レモン味401円。いつも舐めているポーニーズの大容量タイプです。なんとこちらは通常のものよりも平均容量 50% 増量、鎮静化作用2倍長持ちっていう風に書かれております。咳を止める用のね飴ちゃんは必須ですよね。はい、中は蜂さんの型押しがされています。いつもは四角い10個ぐらいのケースのタイプ使っているので、今回こちらの袋入りは初めてです。食べてみます。うん、おいしい。あ、飴自体はレモンとユーカリのスッキリ感、スーッと鼻が通るようなね感覚の方が最初強いです。でしばらく舐めてると蜂蜜が出てくるので、これがね時間差でまた美味しいですね。いつも小さいケースの方だとあっという間に舐め終わっちゃってたので、ちょっとこの大容量タイプでねしっかりと喉をいたわろうと思います。はい、そしてまだありました、こちらダールマンズストロープワッフルキャラメル味8個入り759円。人工着色料調味料不使用、認定済みのパーム油を使ったストロープワッフルです。もうねこちらは全人類大好きなキャラメル味のストロープワッフルです。この中のねっちり感と外のねこのシナモンの香りとのバランス、もう最高なんですよね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。でこちら前回も購入したんですけれども、息子が「ああこれが届いてる」って言ってすぐもうあのいつものココアを入れて上にこれで蓋をして中をとろけさせてから食べるっていうのでね、もう一瞬で食べきっちゃったので、今回クリスマスに家族でゆっくり楽しみたいなと思ってこちらのサイズ購入しました。これはよくカルディとかでも売ってるんですけれども、アイハーブ時々 20% オフになるので、ちょっとそのタイミングでねアイハーブで買うようにしております。はい、今日はこのような感じでアイハーブでの購入品11点ご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。今回は最近買ってまたまた大当たりだったニュートロジーナの美容液ですとか、いつも使っているものの旅行用ミニサイズや冬の体調管理のサプリなどをご紹介させていただきました。まあ、今回もねどれもすごくおすすめのアイテムばかりですので、ぜひ皆様のお買い物を参考にしていただけると嬉しいです。まあ、ちょっと今日はね遠くから撮ってみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。また今日の動画も楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。音楽までついてる。こんにちは。今日なんでそういうサンタさんのセーター着てるでしょう。わかんない。アグリーセーターデーっていうの聞いたことある？ないないない。ちょっとダサめのクリスマスセーターを着てなんかお祝いするっていう日がねあるんだって。これは全部バラ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 。またね。